します。仲がいいと僕は思ってたんですけど、でも実際どうすか。あ、まあマーさんはチームで1位に争う先輩でも話しやすい先輩。後輩の面の目がいいってことですか。そう、神戸の知ってる選手がいるっていうところが入りはそうっすよね。そうっすね。神戸で小川圭次郎って当たるが、うん、幼馴染み、はい、グランド走ってるのを見て、あー、あの二人仲いいんだみたいな感覚があったから。意外っすか。意外だった最初は。まあ僕はもう同類だと思ってるんで。あ、初めて会った時とか多い、対戦とか。あ、試合した多分ナビの、ナビスコの。そうっすよね。11そうそう、その試合めちゃくちゃ覚えてます。あ、本当。あ、僕鼻折りました。横山さんの頭に自分でヘディングしに行って鼻折りました。あ、そうそうそう。初対決が2016だったからナビだったから。印象ですか。今と変わらず攻撃の起点になる選手だな。フリーにするとちょっと怖いなっていう感じはあります。その後リーグ戦で大宮ホームでやってるね、2-2で、これも江坂君も1点取ってる。取ってますね、うん。なんか多分その時多分今ネルシーニョ監督だったと思うんですけど、神戸がすごい江坂をフリーにするな、江坂をフリーにするなって言われてた記憶があります。いいっすね。そう、それめちゃくちゃ覚えてます。いや、いい、めちゃくちゃ監督、めちゃくちゃ監督警戒するやんって思いながら。そんな J1 一年目あ、じゃあこの後のさ、最初の2試合は江坂君に点、江坂君点取ってるじゃない。でその後の2試合は江坂君点取ってないじゃない、うん。これは宮原君に抑えられてたの。そういうことにしておきましょう。